東京やめてきました。散々ランニングしたりジムを奇襲してみたりいろいろやったけども、はい、それが良かった。狭い世界だ。フィリピンにいたら右飛びの下になっちゃうかな。それも正解。あんなやつに命令されたりパワハラされたり土下座させられたり、それが嫌だったから。ああ、大正解。それよりも何よりも女子に乱暴するのが一番良くなかった、うん、どうせやめたなら、うん、その逆を言ってですね、逆イケメンとか、うん、かわいい子のやつを懐かして、うん、女子受けするようなそんな新しいチーム、このコレプロレスをもっとキラッキラにキラッキラにして見どころが多い団体にしてやりますよ。助けろって言ったら助けろと、あと桃屋に手出すな。桃ちゃん手出すな。桃ちゃん手出すな。ももちゃん、ももちゃん分かってる。俺愛人だからそれ分かってるよ。分かってるよ。手出すなよ。分かってるよ。ダメなの手出したら。あと助けろ試合よ。ボス最近おかしいんちゃうか。でもあ、最近おかしくないか。愛人ができてから女ばっかり取りやがって。女より俺らは人気野郎が違うんかいな。負けちゃったって最近おかしいからでしょ。昨日も言ったけど、うつつばっかり抜かすからこんなことになるんでしょ。何人 PPP からおらんようになってんねん。ふざけんじゃねえ。おめえがアシストしねえからだろ。おい、最後の試合、最後のフィニッシュ、あれをアシストせえすんかい。アシストしろよ。なんかやったらええんじゃん。アシストしろよ。お前のためになんか食べとんじゃん。金もっと持ってこいお前は。おい、俺ら金だけかお前。もっとカツアゲしろ。おい、女より人気やろうかこれ。俺らの絆があるやろうか。分かった分かった。でもあんたおかしいよ最近。ああ、ハセヤ、分かった。確かに俺も血迷ってた。ハセヤンはこれからも一緒にやりたい。ああ、一緒にやろう。これからも一緒にやろう。頼む、一緒にやっていこう。俺はちょっと無理だった。ずっと続きすぎ。ちょっと俺にも考えさせてくれ。
揃ってですね、覚えろ研究難易度にしてやっていきたいと思うんですが、早速僕が第一試合を前にここで喋らせていただきます。ありがとうございます。さあ、覚えろ研究ボイスとしてやっているんですが、まあ、何が今一番大事かというとですね、かっこいいのが分かりますよね。僕、ここのこれがプロレスの GM なんですよ。ジャケットなんか着てね、GM って言ってるんですよ。まあ、でも本当に僕は今、これがプロレスで、今、一番偉い人なんですよ。ありがとうございます。なので、僕がこれがプロレス、どんどんいい方向に変えて、そしてキラッキラにですね、これがプロレスを変えていくことができるわけですよ。さあ、これがプロレスで、どんな風に僕が変えていきたいかと、まあ、これはですね、ももいろキュンキュンボーイズグループラインというのがありまして、まあ、いろいろ話した時にですね、今日、まあ、その一部ではあるんですけども、少しずつですけども、発表させていただきたいと思います。まずは、ももいろキュンキュンボーイズでは女子受けですよね。女子受けだから女子に優しくやっちゃいますか。女性無料工業とかやっちゃいますか。ああ、そしてイケメンばかりを集めた、イケメンたちを揃えたイケメンの工業をやりましょう。もう大体メモ書はついてるんですけどね。はい、それと僕東京に住んでるんですけども、これがプロレス東京にありましょうよ。これがプロレス東京大会やっちゃいましょうよ。そしてこれがプロレス良くするためには、やっぱり悪いものを排除しなきゃいけない。わっ、ありがとうございます。そう、これがプロレス、何が悪いか。はい、僕ですね、ここ今ね、ちゃんとスマホがありますんで、ちゃんと調べてきました。いろいろお話を聞いたりですね、 YouTube を見てるお客様からいろんな意見をいただいてですね、今からいろいろ発表していきたいと思いますよ。はい、これがプロレスの YouTube はですね、まあ、この時間でやってますよね。そう、いわゆるゴールデンタイムでやっております。なので人によっては食事をしながら YouTube をテレビでつけて見てくれてる方もいらっしゃると思うんですよ。そしてそんな方からですね、たくさんのクレームが届いております。はい、はい、まずはですね、こちら、PPP 部ミトミの入場が始まった途端に食欲がなくなった。PPP 軍のミトミの入場が始まって長男の食欲がなくなった。そして次男が嘔吐した。これ本当ですか。これ本当ですか。大変ですよ。いやー、このゴールデンタイムにこれがプロレスを放送しているのに、これではyou
反応良くないじゃないか。まあ、そうだよな。お前、聞くところによると、何かこう、これがプロレスの GM になったらしいな。お、GM って何の略か言えるか？答えてみろ。GM って何の略？え？ GM だよ。ゲーム何？え？ゲームマスター。おい、バカがいるぞここに。おい、おい、こんなよバカが、これがプロレスを仕切る、笑わせんじゃねえよ。おい、まあそんなこと言ってる俺もよ、まあ確かに今年に入ってから、ちょっとこれがプロレスでは不運なことが続いてるな。まずはお前が勝手に俺の軍団を裏切り、俺が大切にしてた愛人のももちゃんもどっかに行っちまったな。そして先日はうちの右腕の長谷川さんと、まあちょっとよ亀裂が入っちゃったかな、まあとにかくだいぶ不遇が続いてる。まあ明日はちょっとサムハラ神社にでも行って、お祈りをしたいよと思ってるところだ。まあただな、花園桃花、桃ちんのことはまあどうでもいい。あいつが愛人じゃなくてもよ、俺にはたくさんいいんだよ。いいか、もうあんなやつがいなくても俺のパーティーは日々満たせるんだ。まああいつの桃ちんの唯一良かったことといえば、まあ締まりが良かったことぐらいかな。またね、行動の締まりは悪いね。なんかコロナ療養だなんだ言ってて、なんかよく男と街中歩いてるのよく見てたぞ。まあまあいいや、まあ桃花の話は置いといて、ただ長谷川さんだな、彼はだいぶいろんな力を持っている。まあ大阪の街を歩けば長谷川さんの前にすればみんなねお辞儀しちゃうくらい、まああの人は闇の権力もだいぶ持ち合わせてる人だ。家に行けば大理石のお風呂があり、詐欺の剥製がある。ましてや家には鉄格子みたいなね門があるからね、本当にヤバいかもしれないねこれね。まあまあそんな長谷川さんは味方につけておかなきゃいけないから、まあ今月末もう一回ね長谷川さんと日程かぶるから、そこでしっかりと和解して我々ピンピンピン軍盛り返そうと思います。ただのおい、それもこれもお前が裏切ったところが始まってんだ。いいか、お前が裏切ったけど GM なめた話してんじゃないよ。ここにいるよバンビーちゃん、昨日花園桃花食らわしてやったよ。そしてよ GM を GM の権利を勝ち取る、まあそういうな、俺らは権利を得たわけだな。ということでジョージ、今日俺から提案だ。せっかく第一試合から来てやったんだからよ、ジョージ、お前が正式名称すら分かってないその GM の座をかけて今からやるのどうだお前。もう一回仕切り直してお子ちゃまたちもハッピーで楽しめる空間作ってやるからね。頼むよ。ということでジョージ、いいか、お前にはイエスもノーもねえんだ。今日俺と今から GM をかけてやってやる。ああ、ほら。ああ、そう。
いいぜ。お前下品すぎんだ、こら。お前携帯いじんな、ババア。金曜日頑張って、お前ら声出して応援しろ、こいつは。お返しだ、これ。ちゃんと。
おい、家もらうぞ、いいのか。ほら、立てよ、おい。やだ、バクサギ。Ah!
かい。GM こと、ゲームマスター、今日で終わりだ。あ、今日から俺が花園桃花でもない、大谷ジョージでもない。そう、この俺、PPP 東京の三富かぶとが、これがプロレスで GM に就任だぜ。早速だがよ、明日からこれがプロレスだ。これがプロレスじゃねえな、これがプロレス。プロデュースドバイ PPP。 お前ら子供意味分かってないだろ。お前もバカだから意味分かってないな。おい、俺の好き放題やらせてもらうぞ。ジョージ、まあちょっとよ、苦戦させられたがよ、お前らうちを裏切ったことが全ての始まりだ。俺はお前をまだまだいたぶってやるぞ。ああ、つまりこれで終わりじゃねえってことだ。おい、ジョージ、いいか、お前らも聞いとけ、クズの。お前、明日もう一回俺とシングルマッチやってやるよ、お前。いいか、ただよ、俺 GM だから何でもありなんだ。シングルマッチやれると思うな。俺のセコンドにはまた明日もバンビちゃんつくからね。ということで明日もパーティーを続けようじゃねえか。
ありがとう。なんか照れてます。ないよ。昨日、昨日サボのやつ超えちゃったよ。俺さ、俺返さない。練習や、練習一生このままだ。え、一生一生。いや、ちょっと責任取ってよ。いや、あいつから取り返さない。一生そのままだよ。今日それで試合。まあ仕方ない、仕方ない、ないないもんね。まあ、ないっす。お客さんの中に持ってる人。俺もこれしかない。貸じゃあ貸してよ。なんでこそなの。なんでそれ貸してくる。これで、じゃあ誤解しましょう。なんで。じゃあこれで、これでいくの。じゃあこれでいきます。じゃあ今日認める。 OK よ。頑張れ。どうしよう。 OK。はい、これ気になるな。よし、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 よーし、よ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 し、あっちゃっただだ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 あっしゃよしあっしゃ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 よっしゃ、よっしゃ、チャンス、よっしゃ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 、はい、よっしゃ。力勝負。ジャッシュ。ああ、いや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 、やめとこう。はい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 。ラブ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 ラたらー見せてー一瞬バーッカバーよっしゃよし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 よHuh.
チューチュー。チューチュー。あい。いやあ。ああ。いや。よし。いや。なあ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 。いや。Yeah.
何やってんだよっしゃー取ったぞー取ったぞ俺Thank you.
入場途中だ。おい、なんだこれ、誰だお前。ダメだダメだダメだ、シングルねえよ。最高タッグ、最高タッグ、オーケー、やれやれやれ、よし、ダメだろ、ダメだろ、ダメだろ、一番信用できないだろ、よし、これはよくねえって、この組み合わせは。ダメ、タッグにしろ、タッグタッグにしろって、お前、このこれが最強タッグ、最強タッグ、いけるのか、いけるのか、いけるのか、本気でいけよ。これが最強タッグだ、これが、これが最強タッグだ。おい、おい、大門ちゃん、これ、ホラちゃん下がってろ、おい、ホラちゃん下がってろ、あなたも下がってる。大門ちゃん来いよ、ほら、お前行くのか、大門ちゃん、お前行くのか、行くのか、行けるか、よし、行け、おい、揺れてんのか、大門ちゃん、これ俺ダメだろ、行くわ、タッグで、タッグで、おい、あっちゃん、行け、オッケー、オッケー、おお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 Oh!
つ吐き上がってくる。パンツ伝わってないんやお前。やるやつは徹底的にやる。おいおいおい、返事は。はい。わしは。はい。はい。おい。俺は先輩だ。先輩だ。先輩だ。おい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 。行けるのかお前。うおー。
大丈夫か、大丈夫か。Get out!
ばかりではなく、平均年齢40歳のおじさんが
奪い合うような試合でもなく、お客様がワクワクドキドキもっこりするような試合を、これからたくさん組んでいこうじゃねえか。明日もパーティーの続きをしようじゃねえか。やめちゃう、ゴミクズ。